こんばんは、KD チャンネルの K です。今日はゴールデンウィーク終わりの東京ディズニーシーに来ています。すごいね、わかるガラガラ8時半なんだけどね、ちょっとねあるね企画をしようと思っていて、プラスパート1周ちょっとね今回はダイジェスト版でお送りしようと思います。見て、まだあと閉園までさ1時間半のにガラガラだよ。超ガラガラ、ゴールデンウィーク終わり最高だね。あ、すごい、こんなガラガラなるんだ。夜のここもいいね。あとで花火ですが、夜空の空から上がります。こちらの建物の見てわかる通り、アメフロのね、いつもここ人すごい多いんだけど、人がかなり少ないっすね。ここはもうすぐ買えますね。じゃあこっち行こうかな、トイマニの方行こうか。いや、ガチでやばい、ガラガラ。はい、トイマニ来ました。見て、全然いない、人が全然いないです。はっ、え、マジで行ってんの、トイマニ10分みんな入ってくよ。トイマニ方面抜けて、見て見て、全然人がいない。タワテラは今休止中だから、またね日にち書いてるので、よかったらチェックしてみてください。アメフロのパーク来ました。やばい、無人、誰もいないよ。アメフロもやばいね。 SS コロンビア号前が無人と化してる。天候とゴールデンウィーク終わりやばいね。コットに来ました。やばい、誰もいない。ダッフィー終了なんだ。今日すごい空いてますね。そうですね、今日すごい空いてましたね。さっき富山に見たら10分でしょ。本当ですか。ポップコーンバケットもすぐ買えますよ。エープポットクックオフが無人やばいね。もうあんなに人がいたのに嘘みたい。見て見て、すぐ帰るよ。もう嘘みたいだね。ポートディスカバリー来ました。やばい、いつも並んでるニモのポップコーンバケットも並んでないです。アクアトピアがひたすら無人で回っています。誰も乗ってない、衝撃だね。シーライダーのこの辺って歩きにくいイメージあるんだけど、すごい、あ、もう誰もいない。10分、やばいね、今日。ロストリバーデルタ来ました。誰もいないです。8時40分の時点で募集まだしてません。今インディ・ジョーンズのところから来てるんだけど、誰もいない。誰もいないですね。インディ・ジョーンズ5分待ち、インディの道来てるんだけど、誰もいないの。あの、本当に誰もいない。いや、あのね、インディのところの近くの橋もね、誰もいなくて、チキンのお店も、すぐ買えますね。歩きやすい。はい、レイジング来ました。レイジングも5分待ち、やばいね。ただひたすら歩きやすいと言っているんです。カーペットもね、5分待ちかな。5分待ち、空いてますね。すごい、あのキャストさんずっと手振ってくれてる。フォトスポットがね結構並んでる。ここがブーズバザールもガラガラ、やばいね、びっくり。いや、えぐいえぐいえぐい、誰もいない。ソルトも無人。マーメイドラグーンがかなり歩きやすいことになってます。基本人がさ多くいて撮れないのに、見て、こんなに綺麗に撮れるよ。すごいね。ちょっと時間ないんで中は行かないです。ポテトチュロスがねすぐ買えます。いやー、空いてるね。はい、ミステリアスアイランド来ました。無人すごい、
きやすいの一言、今日だけで何回連発行ったか誰かコメントで数えてみてください。センターオブジェアースが今の期間は休止中で7月21日再開予定だったかな。こんな感じですね。あそこ閉まってるんだ。最低2万マイルの5分待ちかな。すごいついてますね。すごいついてます。やばいですね。さっき遠い間に10分待ちでした。やばいですね。はい、なかなかないですよね。はい、ということでパーク一周ダイジェスト版でお送りしました。すごいね。はい、ということでダイジェストなんですけど、東京ディズニーシーのねゴールデンウィーク終わった後のパークを一周してみました。アトラクションもう10分待ちだからさ、乗り放題だよね。この動画でね換算してるパーク、この時期すごい珍しいと思うんですけど、感じられればと思います。それでは終わりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下の高評価ボタンと、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。インスタグラム概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタンご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしていますのでご視聴ください。それではバイバーイ。